ジュール・ガブリエル・ベルヌは、フランスの小説家。ハーバート・ジョージ・ウェルズと共にサイエンス・フィクションの、海祖として知られ、SF の父とも呼ばれる。フランス西部ペイドラ・ロワール地方の南都で生まれる。家は、ロワール川の中州の一つである、フェード島にあり、子供時代はほとんどこの地で過ごした。そして、この人里離れた環境が彼の想像力と兄弟の絆を育んだ。また、 この当時の南都は、交易が盛んで、異国情緒豊かな港町であった。そのような南都を訪れる、船乗りたちの冒険譚も、ベルヌの冒険心と創造力をかき立て、彼は、海の英雄になることを夢見たという。父のピエールは、地元の弁護士であり、論理的な人物であったという。その性格を示す逸話として、自宅から事務所までの徒歩数を知っていたことや、 望遠鏡で教会の時計の時刻を確認して行動していた逸話が残されている。このような父の性格はベルヌ作品の登場人物にも受け継がれることになる。母のソフィーは船乗りの家系の出で、父とは対照的にベルヌにまるで竜巻のようと例えられるほどの想像力の持ち主であった。ベルヌは5人兄弟の長男で自分と同じく海に憧れを持つ。 弟のポールと特に仲が良かった。ポールは後に海軍に入隊したが、長男のベルヌは父の後を継ぐために法律を勉強した。学校はなんとの理性に通った。成績は普通であったが、特にラテン語をよくし、数学好きでもあった。運動も得意であり、学校の外では広場の王様とあだなされたという。ベルヌは11歳の時に、 初恋の相手である獣詞のカロリーヌに、サンゴの首飾りを買ってあげようと、密かに、水踏み習いとして、インド行きの小舟に乗船した。しかし途中で父に見つかり、もうこれからは、夢の中でしか旅行はしないと語ったとする逸話は、有名である。1848年、ベルヌは、父の勧めによりパリの法律学校へ進んだ。そこでベルヌは、多くの芸術家たちと交流する。 これは、息子の才能を目にした母が、パリにいた親戚に取り計らったことによるものであった。パリでの生活は充実していたが、金銭面においてはあまり余裕のない生活であった、らしい。そのうち、アレクサンドル・デュマフ氏と出会い、劇作家を志すようになった。1849年に書か,かれ、大デュマがプロデュースした、ベルヌの少女作である儀曲、折れた麦わらは、 好評を博し、2週間上演された。また、この時期には詩を書き、戯曲も、喜劇やオペラなど30編以上を書いたが、大半は上演されず自前だった。1853年、25歳のベルヌその一方で、ベルヌは自然科学の論文も読んでいた。そのような中、1840年代に、彼のお気に入りの作家であったエドガー・ラン・ポーが、 小説に科学的事実を取り入れることによって物語に真実味を持たせる技法に興味を持つようになっていった。友人フェリックス・ナダールが制作した気球に触発されて1863年に書いた冒険小説気球に乗って5週間が大評判となり流行作家となる。そして彼は編集者のジュール・エッツェルと契約を結び、以後、生涯にわたり科学。 冒険小説の傑作を生み出した。また、ノンフィクションやエッセイなども書いている。1883年には、アミアン市会議員に当選し、死ぬまで在職した。晩年には、老い、ガストンベルヌに襲撃され、悲観主義的傾向が強くなったと言われるが、近年偶然に発見された初期の作品、20世紀のパリに見るように、 悲観主義的な一面は当初から持ち合わせていたようである。1900年に白内障を患い、糖尿病も悪化し、1905年3月24日、アミアンのロングビル大通り44番地の自宅で死去、死のマドレーヌ墓地に埋葬される。ロングビル大通りは後にジュール・ベルヌ街と改名されている。ベルヌは平和主義者、進歩主義者として有名であった。 目立った活動はしていないもののボナパルティズムを報じるナポレオン三世に常に批判的であった。また非圧迫民族解放の擁護者で彼の作品にはネモ船長をはじめとする虐いたげられた民族が登場する。ベルヌの日本への紹介は1878年川島忠之助が80日間世界一周の前編を翻訳刊行したのが最初であるに刊行。なお、 本書は日本における最初のフランス語原点からの翻訳書である。1883年には黒岩瑠孔がガツ世界旅行を本案。1896年森田志賢が2年間の休暇の英訳版を15少年という表題で翻訳し雑誌少年世界に連載単行書として刊行した。これは 少年文学の傑作として評価され、多くの読者を獲得した。ベルヌの作品の翻訳は、翻訳文学史において、大きな位置を占めた。ベルヌの作品の多くは、子供用の物語として書き直されたり、映画やアニメのような映像作品の原作になったりと、広い人気を誇る。これは21世紀にまで続いており、ベルヌ作品は一種の共通認識になっていると、言っても良い。 そういった人気の一例として、東京ディズニーシーのテーマポート、ミステリアスアイランドがある。これは、海底に万里、神秘の島に登場する、ネモ船長が築いた秘密基地という設定である。2008年3月に打ち上げられた、欧州宇宙機関の欧州補給機の1号機には、彼の名を冠している。生誕八十三年の二千十一年二月八日には、Google 検索のロゴが、 海底二万里をイメージしたものになった。人間が想像できることは人間が必ず実現できるベルヌの作品はつい最近まで子供向け低俗と批評されていた。しかし、その驚くべき科学技術の進歩に対する予言の忠実さや20世紀のパリに代表される文明批評、風刺精神を近年再評価する向きが出てきている。1978年には 生誕150年を記念して、故郷であるナントに、ベルヌ博物館が開館した。博物館には、ベルヌの著作、写真、手紙や生前使用していた文具や家具などが展示されている。近年では、元フランス天文学会会長、コタルディエルと、元アミアン・ジュール・ベルヌ国際センター長ドキスの、監修による詳細な電気研究、ジュール・ベルヌの正規科学、冒険、 脅威の旅が訳されている。日本語タイトルが複数ある場合は、代表的なものを選び、別タイトルや直訳を適宜併記した。日本語訳がない作品については直訳のみを社自体で示す。死後に子息が完成させた作品等も挙げた。より詳しい書士情報に関しては、外部リンクのジュールベルの作品リストも参照。明治、大将。 昭和翻訳文学目録国立国会図書館編、風間書房、黒岩類衣港黒岩類衣港畜間書房、黒岩類衣伊藤秀夫31書房、随筆明治文学1柳大泉平凡社、海底蔵保黒岩類衣伊藤秀夫桃源社、などによる広告、CM ライブラリー、ホタルが住む渋谷、天の川が見える新宿、鹿島建設、 2020年11月13日閲覧講談社文庫 BX 華麗なる幻想端末解説によるありがとうございます